Angeal no monster. Angeal mo kite no ka? Oi! Kurado, shikkari. Daijoubu. Chan! Chan! この先だ。ホランダーを確保してくれ。アンジールもお前を待っている。ジェネシスとは、本当なら俺が戦うべきだった。ったく、誰が仕向けたんだよ。だが次は、お前自身の仕事だ。どういうつもりだ？よせよ！待っている人はいるんだろう？アンジール、本気かよ。いいぞ、アンジール。我々親子の恨みを今こそ晴らすのだ。親子、黙れ。俺の父は死んだ。ならば母の恨みを晴らせ。母は過去を恥じ自ら命を絶った。恥か、それは間違いだ。彼女は誇りに思うべきだった。自分の名が実験コードネームに残されたことをな。プロジェクト G、すなわちプロジェクトジリア。母の名を口にするな。ジェロバ細胞を埋め込んだ女ジリアン。ジリアンの因子を胎児期に移植されたジェネシス。ジェネシスは失敗だった、認めよう。だがアンジュ、お前はジリアンの体内で細胞分裂を繰り返した。お前は完璧だ。ザックス、俺は完璧なモンスターだ。俺の細胞は他者を取り込み、それを分け与えることができる。双方向コピー、ジェロバの力を正しく継承したというわけだ。ザックス、覚えているか？世を苦しめる者全てと戦うと約束したよな。うん。でもあんたは違う。俺自身が俺を苦しめる。ザックス、見せてやろう。やめろ！取り返しがつかないことになるぞ。細胞だけでも。アンジール！
ジャーの力解放してみろ。大きなお世話だ。ザックス、よくやった。あとは頼む。誇りを忘れるな。夢を持て。英雄になりたければ夢を持つのか。そして誇りも。上の町に行ったら空近いんだよね。怖いけどお花たち喜ぶかな。ソルジャーになりたいって？頑張れよ。ソルジャーは全員揃ってるのか？はっ！みんな新人だってな。はい！よろしくお願いします！一個だけアドバイス。いや、命令だ。
夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。いいな。はっ。必ずまた全員でここに戻るぞ。行こう。